今回ですね、この 3D プリンターで作った永久カレンダー付きの時計について少し説明しようと思います。この永久カレンダーという言葉ですけども、簡単に言うとこの日付とか月とか出てますけども、この日付ですね、機械式の時計だとこういうカレンダー日付がずっと出るのが多いんですけども、それで大体ですね、必ず31日の次に必ず1日が来るというふうになってますけども、それだとですね、4月とか11月みたいな小の月ですね、でもちろん2月とかもう28日までなかったりしますけども、そういう小の月にですね、必ず日付の補正がいるわけですね。でそれに対してこの永久カレンダー付きの時計というのは、月による、日付の長さをですね、自動的に補正するようなカレンダー機構になってます。でさらに言うとですね、ウルウ年ですね、2月が29日までありますけども、そのウルウ年も正しく処理ができるというふうな、そんな機構をついたのが永久カレンダーというふうに言います。でこの時計ですね、ここは当然地震噴死になってまして、少し動かしてみますけども、後ろにですねこういうモーターとマイコンついてます。このスイッチを押すと時刻の早送りは時刻になってますから、少し動かしてみますけども、スイッチを押しますとこういうふうにずーっとこう動きますね。で、これでですね、見てもらったら分かるんですけども、今ちょうどこれが12時ですね。でここのところが0時になってます。でこの時計の地震はですね、当然12時間で一周しますけども、ここのものはですね、24時間で一周するような24時間表示になってます。で24時間表示のところに、ここに卵型のカムがありまして、ちょうどここ設置しましたけども、ここのところでこの緑のレバーが動くわけですね。この緑のレバーが動くことで日付が進むという形です。でだんだんこの緑のレバーが上がっていきますので見てほしいんですけども、これで動かしていくと、緑のレバーが動いていくと、ここの日付がだんだん10日の方へ動いていきます。で今10日のところまで来てカチッと言いましたね。でそれで10日のところ過ぎると、今度このカムが行き過ぎまして、緑のレバーが戻っていって、まあ1日、10日へ進むというふうな形になるわけですね。ということなので、この緑のレバーですね、これが一度上がると日付が進むわけです。でこの、設計ですね、この 3D プリントの時計では、日付をですね、手で動かせるようにここにですね、少しこういう出っ張りつけてまして、これを動かすと日付が遅れるようになってます。ちょっと動かしてみますね。これをこちらへ動かすとカチッと言いましたね。これ11日になって火曜日になりました。もう一回動かすとカチッと言って12日の水曜日になってますね。というふうに、このレバーが上が動くとこういうふうに一時進んでいくようになってます。まあ、もっと早く動かしたときはこれ手でこういうふうに動かしてもらってもいいんですけども、こちらもですね手で動かせるようになってますけども、これ今25ですね。で4月になってます。ですのでこれ動かすと26、27、28、29でここが30ですね。で次はこういうふうに1日まで進むんですね、というふうになってますね。でこれが5月になってます。で5月の場合はですね、同じようになってもですね、今26日ですね、27、28、29、30、31、1日というふうになって、31の次に1日になると、また6月ですね。6月だとまた今度27ですね、28、29、30、1日というふうに日付が動くというふうになってるものですね。でちょっとこれ設定変えてみましょう。2月にしてみますね。今ちょっとここ2月の設定にしましたけども、ちょっと待ってくださいね。時計のカムが干渉するので少し時計進めます。でこれ今2月の設定ですね。2月もですね、当然1日ずつこれを押せば進んでいくんですけども、ずーっと動かして、まあ、25ですね。25日の次が26日、27日、28日で、28の次は1日で進むというふうになってます。というふうに、月によって、最後の日が28日だったり29日、30、31というように最後の日が変わって、その次1で、最大で28からだから29、30、31というふうに4ステップ進めるということができるような機構になってます。でこれどうやってこれ実現するかというと、大きなこれですね、これが
その業界ではいわゆるプログラムホイールと言われて、月の長さを表すものになってます。で、デコボコデコボコしますけども、この溝の深さがですね、月の日付の、数に対応してます。で、これ一番出っ張ってるところが、大の月ですね。今、これですと3月になってますから、3月だと、大の月ですから一番出っ張ってるところですね。で、これがですね、4月になると1つこの爪が入ってます。で、これが、小の月になってます。で、さらに言うと、これちょっと爪外して回しますけども、この一番ちょっとこれ飛ばしますけども、深いところが2月ですねになっているというふうにして、これが月の長さを管理しているわけですね。で、日付を進めるのはこの、オレンジのこの部品ですね。これが日付を進めるものになってます。で、ちょっと動かしてみますけども、これですね、ちょっと見てもらっていいかな。ここにこういう緑の爪がありますね。で、ここのところに緑の爪が引っかかってます。で、これが1回日付を進めます。ここ緑の爪がここですね、ちょっとピント合うかな、カチッと進んで、カチッと進んでというふうに月を1個ずつ進めてます。ちょっと見といてもらったらいいんですけど、こうなってて、ここのところでカチッカチッというふうに爪が1個ずつ進んでいって進めてますね。で、これ台の月なので常に1個ずつ進むわけですね。で、ここのところ見てもらったらいいんだけど、ここのところが一番出っ張ってるところだと、この緑のレバー動いて戻る位置が少ししか戻らないですね。なので、こういうふうに進んでいくんですけども、これがですね、ここに2月の設定になっていると戻る量が大きいですね。なので、レバーの動く量が大きいわけです。ですけども、やはり1日しか済まなくてるというふうになってます。で、これなんでこうなってるかというと、ここのところにちょっと見えにくいんですけども、少し出っ張ってる部品があるんですね。で、この大きい、この出っ張ってる部品がですね、この緑のレバーを押してですね、レバーの動きにかかわらず、1日だけしか、ここですね、ここのところまでレバーが空回りして、このオレンジのレバー、丸いものにですね、当たらないですね。オレンジのこのギザギザに当たらずに、ここまで来てから初めて緑がかかって、1日進むというふうになってますね。ところがですね、28日の時だけ、こういうふうに、4日進むんです。なんでかっていうとですね、ちょっとこれよく見ると、この爪だけちょっと長いんですね。この爪で、この爪がちょっと長くて、この、緑の爪を押し上げてる黒いこのスライドよりも飛び出るんです。なので、普通だったらこういう風に1個ずつしか進まないですね。ちょっとこれ戻しますけども、この緑のレバーがこの2月の時みたいに大きく動く時でも1日しか進まないようになってるんですけども、進まないんですけども、この緑の爪がですね、ずーっとこれですね、この長い爪がずーっとくると、25、26、27ですね、28になると、これが戻るとですね、ここでこの緑の爪が、実はさっきのこのオレンジ、オレンジのやつの一番長いところに接してしまうんですね。ちょっと回しますね。これがずーっとくると、26日だとこうなってます。26日これですね。で、1日進みます。で、次のところも、27日の、ここで爪が引っかかるんですね。なので、ここから動かすと、1日目が動くというふうになってます。で、同時にですね、ここに歯車の、奥に歯車があって、このところにこの奥の1個だけ爪があるんですけど、この爪が引っかかることで、このプラムホイールが、1日になった時にカチッと1個回るということで、このプラムホイールが回っていくと。で、今4月5月6月7月8月というふうに回っていくというふうな仕組みになっているわけですね。なので2月はこうなると。だから大事なのは、このちょっと出っ張ったこの爪とこのスライドの黒い部品の組み合わせで、簡単に言うと、この緑の爪がどこで、この長い爪を拾うかっていうのは変わってくるわけですね。で、28日、またこれ今2月ですよ。2月だったら当然ですけども、
28日の時にここで爪を開いてこうなりますし、これが例えば4月みたいな小の月だったら、この爪の戻るところが29日では拾わずに、30日の時に爪を開いてこういうふうに次に1日に行くというふうになってるわけで、まあそういうことで、ここの爪のちょっと長い爪とスライドのところの働きと、このプランホイールの関係で、こういうふうに、なんていうのかな、日付の処理がされるということですね。であとはこのカムが毎日1回これを往復させるというようになってます。ここは単純で、この辺の爪が曜日を進めるようになってるだけなので、爪のこのレバーの、動きの大きさにかかわらず、1回動くと1日進めるというふうになってますね。なので、こちらの方は曜日を1回進めるだけと。で、こっちは日付。で、月の方はさっき言ったように、これが1周回って1に戻ると、カチッと1個回るというふうになっているということで、永久カレンダーっていうのが実現されているわけですね。ちょっと動かしてみましょうか。今が、ちょっとこれ、手で動かすと誤差が出ますけど、今が6月ですね。なので、ずっとこれ回すと、これでカムが今緑のパーツに接して、緑のパーツが動き出します。そうすると今27日になっているところから、だんだんと爪がかかって28に今動きましたね。でさらに先へ行きますけど、そこを行かずにここからもう一回緑のバーが戻っていくので28になるというわけですね。今これが設定6月なので、小の月なので、じゃあこの20、30日にしましょうか。この辺からいくと、今度は29のところから30日になって、さらにこれが進むと、今度こっちのプラムホイールが回らされて次進んで1日になるということですね。ということで、ちょっとね、確実に動かすために少し行き過ぎて戻るようになってますけども、で正しくここに1日になって、7月になっているというふうになってカレンダーが進むわけですね。というふうな、そんな構造になっている時計です。で、まあ、あとは単純で後ろにモーターがあって、このアルディノナノですね。で、モーター制御するだけというものになってます。ですから、こちらは本当に回すだけで、一切カレンダー処理はしないということですね。というのが、この、永久カレンダー機構付きの時計という形になります。以上です。